日本三重県伊勢市、川崎川崎、川野駅川崎は、三重県伊勢市の地名。現行行政地名は、川崎1丁目から川崎3丁目。郵便番号は516-0009、ウェブ3 2 0 2 0年4月30日現在の人口は1613人、ウェブ2伊勢湾を渡ってきた伊勢神宮の参拝客が上陸する菓子を中心に、 室町時代から江戸時代にかけて発達した町で、町屋や,や土蔵などの歴史的景観が残されている。伊勢市の中北部、山田の北部に位置し、地形的には中石平野城にある。川崎の中央東よりお世田川が南北に流れ、左岸に一丁目と二丁目、右岸に三丁目がある。各丁目とも現在は主に住宅地として利用されている。 瀬田川沿いの道筋約800メートルに古民家が立ち並ぶ。北は船子を、東は上久し、南は吹き上げ、西は宮城と接する。川崎一丁目河岸が前世紀の頃は西の口と呼ばれていた。川崎二丁目、川崎の商業の中心地であった。瀬田川沿いに蔵が並ぶ。川崎三丁目問屋町が形成されていた。 2020年4月30日時点の世帯数と人口は以下の通りである。ウェブ2。豊家大宮区の鳥居前町山田の北方にある川崎が歴史の表舞台に登場するのは中世以降のことである。現在川崎と呼ばれている地域は鎌倉時代には川辺里だったとする説があるが定かでない。中世に世田川西岸に民家ができたと見られ、 北条氏の維新である左衛門の太夫宗次が田畑を開墾し、宅地を開いたという。左衛門の太夫宗次は後に川崎氏を名乗るようになり、開拓地に関門を置いて、城郭さながらの町を築いたとされる。1439年の道後万所式時期には、未局継ぎ橋両方大官職に部任された七郎兵忠氏が女川崎とされたという記述があり、 この頃には川崎が地名として定着したようである。ただし、瀬田川川口の大港の入港記録である、船船終戦長の1565年分には、川崎と表記されている。宝楽寺に残る資料によると、当時の川崎は宝楽寺の川崎領であり、二人に半分ずつ分け与えられたという。この時代には、神社などと共に歌詞として整い始めたと、 考えられている。川辺里は川崎なのか、編集、宇治山田氏士には、当地の米を壁の里と称したという説の大きに、対し、全く別所だと断じた説も多くあると、記載されているように、川辺里と川崎が同じ場所であるか、はっきりとしない。現在の郷土市やの見解では、川辺里を川崎に否定する説はあまり支持されていないが、ここでは両論を併記する。 川辺里イコール川崎説、編集、川辺里、川崎説、編集世田川沿いに蔵が並ぶ川崎二丁目、江戸時代になると、川崎町あるいは山田川崎町と称するようになり、隣接する船港町と合わせて、神中の里として山田十二号に加入した。これより、山田奉行から公認を受けた、自治組織、山田三方の施政下に置かれるようになる。この頃の川崎は、 日本各地から集まる物資を売りさばくトンヤガの木を連ね、山田最大の商業地区を形成していた。具体的な物資の内容について、五輪異教は、米、芝、滝木、魚、塩、素材であるとし、大変繁盛していると記している。1628年春には、山田奉行所が、おカコ国葬という非常用の米像を建てた。諸国から物資が集まるだけでなく、 島国の海産物や伊勢平野の農産物の積み出し港としても機能したという。さらに川崎は物資の集産地としての役割にとどまらず、三河国伊東から伊勢湾を渡り世田川を遡って訪れた三宮客の上陸地点でもあった。当時の賑わいは、瀬田の竜の入船で船、分けて賑やか踏みかげ年という、歌われた。これらの水運を利用して、伊勢三宮をすることは、 川筋三宮と呼ばれ、三宮線は太鼓を打ち鳴らしながら入港したため、どんどこさんと呼ばれていた。文人の雷山陽は、川崎から母と共に、二見ヶ浦へ渡り、当地を読んだ詩を残している。当地の遊郭で作られた川崎温度は、下空と内空の中間付近にある古い地に伝播し、伊勢は津で持つ、津は伊勢で持つ。 終わり名古屋は城で持つの歌詞で知られる伊勢温度となった。伊勢温度は三宮客が荷物にならない伊勢土産として故郷に伝えたため日本各地に広まった。明治時代になると山田を新都とすべく川崎にあったすべての寺院が廃寺となった。1889年に入り町村制が施行されると宇治山田町の一つの地区となる。1906年。 宇治山田町が市に昇格。初代市長北川区一は当地から排出された。川筋地産宮は1893年の産宮鉄道の開通による交通網の発達で明治末頃に見られなくなった。産業構造の変化も影響し、川崎は衰退していったが、新都線が川崎駅を設置したので、腰ほどの劇的な衰退はなかった。宇治山田市は、 第二次世界大戦中の1945年7月に空襲を受けたが、川崎町は戦災を逃れた。しかし、高度経済成長の時代に入ると、陸上輸送が主流となり、川崎の物資集散地としての地位も失われた。1957年、私立伊勢総合病院が川崎町に会員。1966年、川崎に住居表示が導入。 正面が設定された。1974年7月7日、集中豪雨によって洪水が起き、世田川流域を中心に甚大な被害が出た。これは発生した日にちなみ、七夕水害と呼ばれている。翌年から国の事業による世田川改修が始まった。この河川改修では川幅の拡張が検討され、 1976年側に面した89個の立ち退きが求められた Web5。ここで川崎の住民が立ち上がり、町並み保存運動を開始する。この運動は結実しくらは守られた。一時期の停滞の時期を経て Web5、1999年には活動団体が NPO 法人伊勢川崎町づくり州となった。2002年には同法人の活動拠点、 伊勢川崎商人館が開館、ウェブロッ2004年には伊勢の伝統工芸品である伊勢春景を復活させるべく伊勢春景の会が発足した。伊勢川崎商人館の開館により川崎は観光地として注目が集まっている。しかし観光地として成長するには観光客向けの商店、飲食店がまだ少ないことが課題であるウェブロ近畿日本ツーリストの 05-06伊勢と馬島松坂には、戦国時代に川崎総治が開発したことにちなんで命名したと、あるが、宇治山田氏によれば、宗次が川崎を名乗るようになったのはこの地に来てからで、あり、文字通り、川の先にあることに由来するという。1643年以降の人口の推移。なお、1995年以後は、国勢調査による推移。 1643年以降の世帯数の推移。なお、1995年以後は国勢調査による推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。Web12。伊勢川崎商人館。川崎のまちづくりは住民の街並み保存から始まった。1979年に伊勢川崎の歴史と文化を育てる会が発足。 財団法人ナショナルトラスト協会の調査団が訪れた。1982年には川崎町並館が開館するなど周辺の活性が見られたが、その後活動は停滞する。ウェブ後、活動が復活したのは19年1999年に中心となる組織、伊勢川崎町づくり集が発足2002年に川崎を代表する酒屋だった。 小川支店を改築した伊勢川崎商人館を誕生させた Web13。この小川支店はマンション開発の危機にさらされていた Web5。川崎の街づくりの目標はあくまでいつまでも住み続けられる街であり、それを失ってまでの観光開発は行わない旨を表明している。道路路線バス30交通伊勢営業所管内、航路旅館星出館派。 タヤ本店一丁目二丁目三丁目注釈。未局とは、瀬田川を指す川崎を指す。西暦1616 16年6月、西暦1124年から1126年、西暦1087年から1095年ウェブ出店。ありがとうございます。